で台所に置いてあるタンスだから水屋ダンス。違う、水屋は一個離れの建物。違う、水屋というのは大きな川があるところに小屋があって、そこに船とかを入れる、ね、子供の頃のこの水屋っていうのはね、宝箱でしたね。今日も戸部昔の暮らし館の中に入ってきます。今日は水屋です。この水屋、食器棚なんですよね。食器棚を台所に流しがつきました。土間じゃなくて流しがつきました。そしてちょっと食器とか入れる棚、昔はすごく大きな立派な棚があったんですけど、コンパクトな、まあ、各家族になったぐらいから出てきたものだと思うんですけど、これが特徴ここですね。これが網になってるんです。要は冷やご飯をこうハエとかから囲うとかいうようなのがあったんだけど、この中に入れておけばおかずとか冷やご飯とかご飯を入れておけば虫がつかない、でも風通しがいいところに置けるっていう、ここがあるというのが特徴ですね、水屋の。あとは食器入れたりとか普通の食べるためのものを入れるんですけど、これが水屋。いいですね、僕好きなんですよね、この水屋。昔うちにもありました。でこれFacebook で水屋を出した時にすごい話題になったんです。水屋っていうのはこれは違う、これは水屋ダンスだと。水屋っていうのは台所のことを言うんですよと。で台所に置いてあるタンスだから水屋ダンス、水屋っていうのは台所にあるんで、違う、台所にあるんじゃない。水屋は一個離れの建物で、台所にしたりとか水を使う部分を家から離れたところに一軒建てる、これが水屋なんだと。その建物そのものが水屋なんだ、これが水屋じゃないんだと。違う、水屋というのは大きな川があるところに小屋があって、そこに船とかを入れる小屋、これを水屋と言うんだと。水屋って言うたらもうそっちだろうということで結構奮闘したことがあるんですよ。でもね、それはね、全て正解です。僕がやってる Facebook とか YouTube では名前はそこまでこだわって言いません。だって地域によって違うし、人によって違うし、ひょっとしたら記憶間違いで言ってるかもしれない。でもこれ映像で これですよって、これをここら辺では水屋と言っていたっていうことで、川のそばの小屋が水屋なんだから、これは水屋ではない、ではないんです。これも水屋なんです。あっちも水屋なんです。台所も水屋なんです。だからあんまりね、民具を取り扱いしてる時にこれをこういうふうに言っていた、いや違うって言い出したらもう収拾がつかないです。民具辞典とか作る時に一番問題になるのが名前です。一般的な名前をつけましょうってみんな、それ OK です、みんな丸です。でも一般的な名前って自分が一番使ってる名前なんですよ。それ全員違うんですよ。だからね、揉めるんです。だからもう僕はデータベースを作る時は一般名称って言って、とりあえずこれをメインの名前にしますというのはしません。今デジタルだから全部大丈夫です。全部の名前を書きます。で自分が使う時に一番使うのを前に持ってくる、それぞれの人がそれぞれの名前を持ってきたらいいじゃないかと、そういうデジタルベースを作ろうとしてます。だから民具に対して名前っていうことで
論争するのはやめましょう。こういう言い方もある、ああいう言い方もある、そうだねって肯定していきましょうっていうことで、これは水屋、名前ですごく面白かった、みんなが違うものに対して水屋と言っているっていう、すごく面白かった話があるのと、大好きな水屋です。ここのお菓子を取って食べてたんですよ、こそっと。今はね、冷蔵庫に何かないかないって冷蔵庫開けるんです。昔はね、ここに饅頭かなんかないかないって開けたわけですよ、ね、子供の頃のこの水屋っていうのはね、宝箱でしたね。楽しいですね。今日は、水屋について話させてもらいました、面白いなと思ったら、チャンネル登録してください。うちの水屋はこういうのを水屋と言うんだっていうのはコメントでいろいろ教えてください。ありがとうございました。